ープ型になっておりまして、両方に液晶がついてますという感じなんですね。で、ボリュームボタンありの、これマイクか。それで電源で、これ USB、 あ、これがなんかあの説明の時におっしゃってた、なんかこれがあの開けやすくなったよということなんですね。なるほどね、そうなってんだ。ちゃんと映ってる？映ってるね、うん、それで、ここはストラップホールなんです。あ、これストラップホールなんですね。あ、本当だ。おお、本当だ本当だ。それでカメラと開いた状態で撮っちゃったので、つまりどういうことですかこれ。あ、こういうことなんですね。あ、これでフリップしてカメラを起動して写真が撮れますよと。なるほど。お、うん、でこうなってますというボタンですね。でこれスピーカーだろうな。うーん、 OK です。こっちは何もないんだな。こっちはストラップホールということです。でここに この状態で電源はオンできないんですかね。電源こう、あ、これでいきますね、はい、ですね。こうなるよと。あ、これこっちが戻るボタンなんだ。そこはちょっと修正かかると思います。あ、そうですね、まあ、それはありがたい。ぜひ逆の方がいい。これだとサムスンの端末ぐらいしかこのパターンってないんで。そうですね、プリオリズムまではそうですよね。やっぱり移動したときは普通のスマートフォンと同じようにしといてあげないと、はいはいはい、ここからまた次にステップアップしたときに、あ、なるほど、違うじゃないかと。そうですね、はい、その方がいいと思います、個人的にも。